皆様いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はスーツ旅行チャンネル旅行クイズの第2弾です。相当数来てるんで勢いよくやろうと思います。新潟県の粟島に行く場合、どこの港で船に乗る必要があるでしょうか。新潟粟島航路は除く。これね、うちのチャンネルの黎明期を支えてくださる、今でも動画をご視聴くださる、神さんに、粟島行かれたら飛島だったかな、あれは飛島と粟島混同してたわ。これ日本海の島ですよね。てか、新潟県日本海以外に海ないんでそうだと思うんですけど、新潟粟島航路は除く。どういうところなんだろう。私粟島自体知らないわ。とりあえず答えましょう。岩船。岩船に1日3、4往復運行されています。最寄り駅は JR 上越本線岩船町駅です。っていうのかな。粟島ってどんなところなんですかね。新潟のちょっと行ってみたいなと思う。粟島マリンパークってどっかあったと思うんですけど、それ多分関係ないですね。ウィキペディアによると、新潟県北部日本海にある島と書いてあります。あー、なるほど。ちょっとここに簡単に書きますけど、これが新潟県だとするじゃないですか。新潟県ってこのイメージですよね。みんなもわかると思うんですけど、でここに佐渡島があって、粟島はここら辺にあるというイメージみたいですね。へー、こういうところがあるんだ。どんなものがあるのかな。歴史、縄文時代の遺跡がうんぬんと書いてありますね。天然記念物、大水なぎどりおよび海魚の繁殖地。鳥さんがここへ立ち寄るようなところですか。主要産業は漁業、そうでしょうね。主にタイやヒラメ、タコ。農業はジャガイモ、竹製品。釣りは観光、観光釣り、バードウォッチング、自然散策。なるほど、なるほど。結構本土との行き来が活発ですね。面白い情報をいただきました。ありがとうございます。ちょっと行ってみたいな。続きまして、はい、こちら。これは何駅前の写真でしょう。2020年撮影。しかしわからんな。九州感がありますけどね。ここに偉人がいるから誰なのかなと思うんですけど、全然わからん。というわけで答え合わせ。全然正解できそうな雰囲気がないけど、津山駅。結構小さい文字で書いてくれたんでね、文字を見ずに済みました。津山、私行ったことあるんですけどね、2回行ったことあるんですが、全然記憶になかった。駅の近くにね、バーミヤンがありますよ。そこで、タンメン食べましたね。570円ぐらい。そんなことしか覚えてない。写真左側に映るのは、江戸時代後期を生きた蘭学者、美濃作り源保の像で、写真中央は SLC11 の80だそうです。私の、最長往復勤務の旅で2度も訪問していました。2度も訪問していましたってここにこう書いてあるのに、正解することができない。駅前の様子ですよ。何も覚えてないんだなって感じですね。はい、次、クエスチョン。奈良公園で行われる鹿寄せで使用される楽器は。データ、これなんだ。これ何でしたっけ。なんか鹿をこう呼び寄せてなんかするイベントがあるってのは知ってるんですけど、2月24日出題者作成。これ鹿のなんかこう角が切られてますね。全部写真がなんか角切りをやった後なのかなと思うんですけど、それぐらいしかわからんわ。ホルン。そうなんですか。なんかもっと和風な、なんかね、ラデンシタン語源の美は、アイジャンジャガジャンジャンジャンみたいなことやるのかなと。全然そんなじゃなかった。鹿寄せは1892年に始まった。戦時中は中断されていたが、49年に再開され、この時からホルンが使用されるようになった。ベートーベン。そうなんですか。そんな洋風な鹿寄せっていうのをするの。面白いですね。じゃあ続きまして、これは問題じゃない。よかった。問題、東京駅から福井駅までの最速交通手段はどれでしょう。1番、東海道新幹線、米原経由。2番、北陸新幹線、金沢経由。3番、航空機、羽田空港、小松空港経由。条件いろいろあるけれど、飛行機には30分前までに到着するものとします。福井ってまず空港、福井空港ってあるんだけど、飛行機の発着がないらしいんですよね。で、北陸新幹線と東海道新幹線と飛行機。小松空港で金沢まで行くのもまあまあ早かったと思うんですけど、飛行機経由じゃないですかね。違うかな。でも小松から空港まで結局バスで行くって考えると、やっぱ新幹線ですぐ特急に乗り換えちゃった方が早いか。金沢小松間特急で行ったら変わりませんしね。多分ね、これは北陸新幹線周りが一番早いと思うんですよ。正解、解説。東海道新幹線だった。どれも僅差ですが、東海道新幹線が3時間14分で一番早くなります。北陸新幹線は3時間27分、飛行機は3時間28分と僅差になります。へぇー、そうだ、面白いですね。じゃあ、ちょっと難しい問題でしたけど、東京福井間って要するに福井に旅行行こうと思ったら、3通りの道が選べるわけでしょ。だったら、行きは東海道新幹線、帰りは北陸新幹線とか楽しそうですよね。で、帰り金沢とかね、富山とか立ち寄るっていうのもいいでしょうし、これは参考になりました。一回ね、金沢から飛行機で帰ってきたことありますけど、北陸新幹線ができるまではね、もう、飛行機の独占場だったという話を聞いたことあります。ここはどこでしょう。で、これは、私行ったことあるんで、光景でわかりますけども、これ、
これは朝の早い時間に行かれたのかな、違うか夕方かな、あの野サップ岬ですね、北海道の、私たちが普通訪れることのできる一番東の場所ということになっております。で、まあこれヒントとしては、まあ右奥のあの北方領土返還の願いを込めたやつだったと思うんですけど、このグニュっていうモニュメントとですね、まあ、それからお手洗い、このお手洗いに、ね、あの漏れそうになってあの駆け込んだことありまして、あ漏らしませんでした、大丈夫でしたけど、まあ、寒くてトイレが近くなっちゃってね、それで大慌てで行ったんですが、あのトイレットの横にトワレットみたいなこと書いてありますけどね、これはあのロシア語が書いてある、根室はあの仕事の関係でやっぱりロシアの人が、ね、多いみたいです。根室の町のところに行ったらばロシア人の人いっぱいいましたんでね、あの温泉入って連れてってもらったんです。そしたらおロシア人だな、海東根室市野サップ岬、海東、根室半島の先端にある日本の本土最東端の岬、日本語英語ロシア語で書かれた看板が多くある、なお読み方の似ているノシャップ岬は分からない。そうそうなんですよ、分からないノシャップもね、あの私も初めて行きまして、この間日本一周のラストシーンで皆さんにご覧に入れた場所ですけども、あのあれが日本一周の最後に訪れた観光地でしたね。ノシャップもいいところですが、あのノサップはですね、あの朝の早い時間とかに行くともうお店とか何も開いてないんですけど、でも北方領土記念館とかすごい勉強になる、あのいいところだと思います。滞在時間は少し長めで考えましょう。はい、次問題、ゲービ系はどちらでしょう。出たこれ、岩手県のですね、一ノ関、東北新幹線の止まる一ノ関駅から2カ所の有名な渓谷が近いんですが、一つは一ノ関駅からバスで訪れる、どちらっけ、厳美系で、あごめん間違えた、厳美系とゲイビ系だ。まあ、一ノ関がここにちょっとあるんですけども、まあ、一ノ関がありまして、駅名ではあのカタカナのが入りますが、でここら辺に厳美系があります。確かね、私の間違いではなければ、もう私が行ったのは、最長復帰プとその前2008年頃って言ったんですけど、その時にはね、あのひらがなでゲイビ系と書いてありましたね。こういう字でしたっけ。でそれから一ノ関から、何線って言ったかな、忘れました。気仙沼線に乗っていくとですね、あのここに駅があり、ここは鉄道で行きます。ポケモンウィズユートレインっていうのはね、あの止まるんですけど、ポケモン列車、こっちはですね、こういう字でしたっけ。だからもう全然わからん、こうじゃなかったかなというところがあって、まあ、どちらもあの有名なところでございます。ゲイビ系はね、駅はあの通ったことあるんですけども、なかなか行きたいと思ってんだけど機会がなくて行けたことがありません。あのコロナ終わったら岩手県特集とかね、そういう都道府県特集とかであの時間を割きたいと思っておりまして、で、今回の問題はゲイビ系はどちらでしょうということですね。ゲイビ系はね、あのこのすごい上にこうスーッと伸びたような、光景のところなんですが、左側のゲイビ系は、このような上から見下ろすところで、で、崖の反対側からねロープを通し、滑降団子と言いまして、空飛ぶ団子、あのビューンとですね、コンコンコーンってこうやってあの呼ぶと、あのビューンとこういう風にあのこうカゴがですね飛んできて、で、間違いあの自分の注文がね、あのこうカゴがこうスルスルスルとこう取ってってもらってですね、で、その団子屋のおじさんがそれをこう団子をまた乗っけてビューンとこう戻す、なんか閉業したみたいな話聞いたんですけど、それは間違いかな、ということでちょっと、確認しましょう。答え左、そうですね、これ言いました、左が厳美系ってこと言いましたね、私は知ってましたけど、空飛ぶ団子として知られる滑降団子があります。これ見た感じだと滑降団子については変容したとここには書いてないのやってんですかね。それから芸美系、まあ、漢字はちょっと私の違いましたかね。一ノ関駅で大船渡線に乗り換えて芸美系で降りて5分で着くんだ、岩手県で初めての国の名称、じゃあこっちの方が景色としてはいいのかもしれませんね。船下りができ、船からは滝や鍾乳洞が見られ、あそうなんですか。芸美お湯分けを聞きながら船下りを楽しめます。乗客が手漕ぎで船を進めるのであまり経験できない体験ができます。岩にある玉に、うん玉と言われる玉を投げ、穴に入ると、おお、入るかなってやつですね。あの、宮崎県にもなんかそういうのあったって聞きましたけど、面白そうだな。ありがとうございます。続きましてが問題。1、2、3のうち、設計者が異なるものはどれでしょう。まあ、どれなのかというと、まず左上については私は分かりませんが、右上は有名ですよね。あの、国立競技場デザインしたのもこの人でしたっけ、名前知らないけど、高輪ゲート駅ね、2番ね。で、3番は渋谷駅じゃないですか。まあ、なんか、全然わかんないですけど、渋谷駅ってあの副都心線の渋谷駅、おおすごいなって感じで、あの綺麗な感じはするんだけど、高輪ゲートウェイみたいになんかすごい考えを持ってやったように私には見えなかったんで、私は渋谷駅だと回答します。あ、やっぱ渋谷駅だった。安藤忠雄氏、1番はスターバックスコーヒー太宰府天満宮表参道店、あそうなんあるんですね。熊健吾、そうそうそう、この人はそう、名前聞いて思い出した。太宰府に行く参道の左手にあります、ひときわ目立つ建物で存在感があります。あそうなんだ。太宰府前行きましたけどね、
金なさすぎて、当時スターバックスとは全く縁のない生活を送ってましたんで、次にスタバに行ったらちょっと行ってみたいね。なんか女の人とかの、ね、視聴数を増やそうと、うちのスーツ旅行チャンネルでは躍起になってまして、まあ、実際にスーツチャンネルのブランドの中で唯一 20% の女性視聴率を達成してるわけなんですが、そういう方にも見ていただけるかなと思いますね。高輪ゲートウェイは、まあ、これはいいでしょう。それから3番、改札階から下が見渡せる独特な構造、アイドルグループ、これ、欅って言うんですね、欅坂46のアルバム撮影にも使われました。こうやってね、こう下見下ろせる。東日本大震災の時にですね、まだ開通してなかったんですけど、鎌倉に遠足に行きまして、中学校そこで、みんな一晩過ごさなきゃいけないってことになったんですが、帰りにね、初めて渋谷駅通りまして、副都心線の渋谷駅、あ、こんなところだったのか、びっくりしましたね。それからですね、次は、こちら、問題、この場所はどこでしょう？これは分かりました。忍野八海の、なんかね、一番なんかでかい湖があって、なんか400円かなんか入らないといけない資料館があるんですけど、まあ、忍野八海、富士吉田市といえば、それで正解になるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ正解は、答え、忍野八海、いいですね。そうそうそう。厳密に言うと、忍野八海内にある、そうそうそう、これはなんだっけ、これ読めない、なんとかの木資料館、木林資料館という有料スポット。なんかね、昔の富士山のふもと、まあ、富士吉田の町にあったような、なんていうんですかね、こう古い、家、なんか3階建てのかやぶきの屋根みたいなのがあったような気がする。最長往復切符の時に、ね、入りまして、お金なかったんですけども、富士山案内しますよって言ってくださった熱心なファンの方がですね、確かすごい遠くから車で来ていただいたんじゃなかったかな、それでお金払ってこれ見学させてくださったのを覚えてます。もうアイスもご馳走になったしね、その説は誠にありがとうございました。そういう時のやつはもう忘れないですわ、やっぱり。他の場所は中国人観光客でごった返しているのに、ここは人の気配がほとんどないです。あ、そうなんですか。へえ。画面奥に向かうと、そう、18世紀後半に建てられた築200年以上の古民家が建っている。これが私の言ったやつですかね。昔懐かしい品々が展示されている資料館として開放されています。それから、忍野八海を望む展望台第3霊場、底抜け池があるのに客が、そう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 、動画で山梨に来られる機会があれば、ぜひ忍野八海と、これ肌でしたっけ、肌の木、木林資料館を紹介してください。そうそうそう、まあ、一度ね、紹介したことあるんですけど、もしかしたら非公開になったかもしれない。まあ、忍野八海って富士山のすごい名所なんですけど、もう行くときはね、朝の早い時間に行かないとダメです。まあ、基本山梨県側の富士山観光につきましては、もう朝の早い時間、もう早く行けるんだったら行けるだけ、もう日の出前に向こうに着くぐらい、まあ、そこまで言いませんけど、そういう気概を持ってね、行かれた方がいいですよ。午後になると基本的に富士山が逆光になりまして、天気が良くても富士山がよく見えないということになります。で、もちろん言わずもがな天気が悪ければ富士山の近くへ行ったとしても見ることはできません。静岡県側であればね、真っ昼間が光が当たる側になりますので、あれと気楽なんですけど、うん、ということです。次、難しい問題来たな。万里の長城より出題、仲間外れの長城はどれでしょう。中国の、ね、私大学1年の時に中国語の授業で、ね、クラス一番うまいって、ね、先生に褒められて、大学2年の時も君は中国語うまいって褒められたんですけど、それから勉強しない、よくないですね。仲間外れのチャンチャンはどれでしょうというふうに、練習しました。そんなのはどうでもいいですけど、一箇所以外すべて、発達例、あ、発達例ね、はいはいはい、聞いたことありますね。まあ、左の3番は見覚えあるんですよ。まあ、2番もどうなんだろうな。これ万里の長城って本当死ぬほど長いらしいですけど、これ1番と4番の違いなどもはやわからないですけどね。どうなんですかこれ。どうなのかわかんないけど、4番だけ無人だから人気ないから、こんな遠くの長城を見に行く人いないだろうということで、4番にしてみようと思います。解説、答えは2番。わからん。万里の長城といえばアクセスのいい、アクセスがいいから人気なんですね。まあ、それはそういうもんだよな。発達例長城が有名ですが、それ以外の長城も人気を博しています。金山霊長城というんですかね、わかりませんけど、右の写真のように補修が少ないこと、そして長城の中の長城と言われるほどの美しさが特徴です。なるほど。昔の長城のその姿を留めてくれてるっていうのがいいんですね。レンガ作りなんですね。私、万里の長城っていうのがいつ作られたものなのか何も知らないんですけど、その割となんか近代的な様相をね、呈していたようですが、どうなんでしょう。ちょっとまた勉強してみたいですけど、なんか興味聞きますよね、こういう問題。おお、蒸気の画像が撮影された場所、都道府県でもかを答えなさいと書いてある。あ、これいいんだ。別に画像ここに表示することになってますから、ね、見せる必要ないですけど、ついね、綺麗だなと思ってやってしまったんですけど、私の中でこのような美しいブルーを見た経験はですね、まあこれ、石からして海ではないと思うんですよ。もう単純に水の透明度が高くて、海じゃないと思いますんで、まあこれは北海道、都道府県でもかってくるからね、北海道の支笏湖ではないですかね。支笏湖すごい水が綺麗でしたよ。じゃあちょっと見てみようと思います。
シャコタンか。あ、はいはい、カムイ岬、ウアシャコタン半島、まあ、北海道という点では正解しましたけどね。あのシャコタンはね、1回だけ行ったことあるけどね、すごいいいとこでしたね。一見透明度の高い南国の海に見えますよね。実は北海道のシャコタン半島最西端にあるカムイ岬にて出題者が2年前の夏に訪れた際に撮影したものなんです。普段霧がかかっていることの多いカムイ岬ですが、この日は奇跡的に晴れていたので海面が美しい青色に染まっています。ちなみにこの美しい青い海をシャコタンブルーと呼ぶそうです。これ海でしたか、すいません、あの川とかかなと思いましたけど、これね本当に綺麗でしたよ。あのシャコタン半島はあの車の免許を、あのそのためにね、車の免許を取る価値のある美しいところだと思いますね。そしてよく晴れた日に行ってください。あの曇りの日にね、シャコタン半島に行ってもね、何も意味ないですけど、温泉なんかも素晴らしいのがありまして、炭酸泉、お湯に浸かればですね、ポコポコポコとこう自分の周りに泡がこう付着するような、そういう成分の濃い温泉がありまして、ウニが有名ですね、確かシャコタン半島。もう1回しか行ったことないですけど、高校の時にね、自転車であのシャコタン半島まで、余市から行けないかなと思ったんですけど、往復で100キロくらい自転車漕がなきゃいけないん でしかもあの登ったり下ったりがあるんですよ。もうやっぱ海沿いのところで、ね、まあ、日本的な地形だからまあ無理なんで、あのそういう風な生き方はしませんでしたが、いやー本当にねこれはね素晴らしかったね。あのこんな綺麗なあの海は他で見たことはないですね。あの南の島の海みたいなね、あの動物の森みたいなあの景色がよく見られるんですけど、このシャコタンブルーは本物だなと思いました。本当にこの写真のような美しさです。出た、この牛乳飲料専門店がホームにある山手線の駅はどこか。これ YouTube のサムネにそのままできそうですけどね、これはまあ観光地として、知っておいてもらっても、ね、いいかなと思います。これはの東京秋葉原駅にありますミルクスタンドですね、うん、ここでですね、すいません、なんでもいいんですけど、すいません、フルーツ牛乳くださいと言ってね、でフルーツ牛乳をこうパンと置かれるわけです。あ、蓋取りますね、はいどうぞって言っておばちゃんに渡せるんで、はいすいません、スイカでお願いします。あ、スイカ使えないんですね、前は現金だけだったんですけど、リピート、あ、どうもありがとうございますって言いながらこう飲んで、全部飲んで、はいすいませんと言って、そういう時にですね、秋葉原ご乗車ありがとうございますとか、こうもう脇では言ってるんで、すぐ牛乳、じゃあどうもありがとうございましたって言って、そのままね、あの総武、観光船に急いで乗り込むというのは、まあ忙しい東京の人のね、あの日常かなと思いますんで、まあぜひそこでね、あの列車のあの到着のアナウンスが鳴り始めてからですね、あの牛乳を注文してすぐ出してくれますんで、あのドアの開く前に飲み終わって列車に乗ってみてください。なかなかあの東京らしい雰囲気を感じることができると思います。あ、ごめん、回答を読んでなかった。あの答え、秋葉原駅、戦後の日本の都市近郊駅に数多くあった。あ、そうなんですか。そうしなかった。瓶牛乳専門飲料のお店、通称ミルクスタンド、通勤通学客に長く親しまれていましたが、近年では数を減らしており、昔ながらのミルクスタンドが現在でも残っている秋葉原駅は、鉄道マニアや通勤客に限らず様々な人が日々訪れている。すごい売れますよ、秋葉原以外ではね。池袋の、あの池袋と、アップルロードって言ってかな、池袋ってのがあるところの道、その筋を通ると、あのランチパックと、それから、まあ、ランチパック専門店って面白い店が多分今もあると思うんですけど、そこにね、あのそういう感じであの売ってるのありますが、やっぱ売ってる人がね、おばちゃんではなくて、あの若い綺麗なお姉さんみたいな感じなんで、ちょっとあまりなんか味がないのかなという気がします。まあ別にそれはそれであの素敵なお店なんですけど、あの昔ながらの雰囲気という点では、おばちゃんがね、あい、じゃあ130円ですか言いながら、バーンとこう牛乳瓶が蓋を開けた状態でボンと置かれる方がね、あのかっこいいと思いますね。それから次、夜遅くにすいませんできますが、問題、京都市には西側に右京区、東側に左京区がある。まず今から皆さんに京都の地図をご覧に入れようと思います。京都市にはまず問題文読みましょうね。西側に右京区、東側に左京区がある。でも北が上の地図だと西側が左で東側が右になる。古地図でも大体は北が上になることが多い。なぜ右と左が逆なのかということです。これがまあ京都です。でまあ大体ですね、あの京都駅がこの辺にあるわけですけど、あ、ごめんなさい、こんな旅行チャンネルであの電略とか書いても分かるわけないですよね、すみません。あのこれは京都と思ってもらえばいいんですけど、ここはまあ新幹線の駅が大体こんな感じであります。まあこう曲がってきいったかと思いますが、で、まあ大体ですね、まあイメージすると、あの京都はですね、こっちが左京区で、こっちが右京区なんですよ。で昔から右と左があの地図とかに書くときには、こっちが、まあ、これ北の向きだっていうのがあるから、まあなんか普通の感覚と右と左がなんか違うような感じがするんですね。でなんでこっちが右なのかって話が問題なわけですが、これはね私も知ってるんですけども、あの御所がですね、まあ、こういうところにこうあるわけですけども、ここにあったのかな、御所の位置具体的に知らないけど、なんかこんなだったような気がしますが、その御所の、帝がですね、ここにこう
わしてこちらをご覧になるわけですね。でそうすると、帝からご覧になって右手が、右京区、左手が左京区ということになりますんで、まあ、その要は昔の天皇陛下の目線に立って、右と左ということになっているそうです。これですね、当時の天皇陛下がいらした、内裏は南向きなので、天皇陛下から見て東側が左、西側が右だったからということでした。だから右京区、左京区とかね、それからなんか他にも下京区とか、私あんまりあの京都の町名とかまではよく知りませんが、もうちょっと勉強したいですね。やっぱりね、京都ってのはみんなの行くところだから、もっと行く頻度を増やしてよーく勉強しなきゃいけないなと思うんですよ。で、勉強すればするほど面白いところだと思ってますね。でもしてない。続きまして、問題、高知駅前の銅像さんに右から順に名前を答えてくださいというふうになってます。右から順につっても、もはや右から順番すら覚えてないんですけど、私は動画で以前紹介しました。まあ、その時解説読んだだけなんですが、坂本龍馬と、それから、中岡慎太郎と、それから武智半平太なんですよね。武智半平太ってこうですよね、確かね。だったと思うんですけど、まあ、その3、この、多分この3人だと思うんですよ。もしくは、武智半平太じゃないか、違うか、この人、なんか途中で、あれですもんね、死んでしまった人もね、新政府で活躍した人としては、まあ、やっぱ後藤象二郎とかなのかな、なんか、でもこれ、大河ドラマの関係で設置された銅像だったと思うんですよ。で、大河ドラマでは、後藤象二郎よりも武智半平太の方が、確か注目されてた気がしますんで、この3人で、順番は、まあ、長生きした順に右から坂本、中岡、武智にしてみましょうかね。はい、答えは左から武智半平太、坂本龍馬、中岡慎太郎です。人は合ってたんですけど、残念ながら、坂本龍馬と中岡慎太郎が逆でした。でもまあ名も覚えてない割には、あの大河ドラマとかのその経緯で、ある程度正解いきました。まあ本当に大河ドラマのせいで設置したかも覚えてないですけど、まあまあまあ、多めに見てもらえるかなと思います。続きまして、東京駅発着の高速バスで1日あたりの本数が一番多いのはどの路線でしょう。これね、この間ね、勉強したんですけど、たまたまですよ。私知らなかったけど、茨城県のですね、素晴らしい景色のいいところがありまして、水郷潮来ってなんですけど、水がいっぱいこう町の中に入ってきてですね、あやめ菖蒲など咲きまして、毎年、まあ、今から1ヶ月ぐらい経ちますと、お花が咲いてきれいねというところですよ。で、そこの鹿島というのは昔 JR の特急あやめ号というのを走ってたんですが、しかしそれが高速バスに押されまして、そして残念ながら特急あやめ号は廃止にまで追いやられるということになりました。で、その東京鹿島間の、鹿島号って言ったかな、高速バスがね、東京発着で一番本数が多いって何かに書いてありましたね。この間その勉強してたらちょうど出てきたんですけど、お、やっぱ正解だ。京成バス、JR バス関東、関鉄の3社が共同運行している、鹿島サッカースタジアムから東京までの鹿島号は、鹿島市からの通勤や都心から、そう、ここに石油化学コンビナートがありまして、結構工業の街ということになってるんですけども、出張、お、すごいね。昼間でも10分間隔。それはすごい。もうディズニーランド以上ってことは相当ですもんね。昼間でも10分間隔、すごい。あ、そうなんですか。そんなにですか。いや、びっくりした、これは。ありがとうございます。では続きまして、問題、日本三大急流は何でしょう。これ難しいぞ。いや、なんかこれ難しいな。球磨川じゃないですか。球磨川、あとは何ですか。保津川ってそうだっけ、保津川下り有名ですけど、保津川、桂川になりますけど、名前としては多分保津川だと思うんですよね。それからあと急流、いや、ちょっと分からんな。急流と聞いてイメージするものがあんまりすぐには浮かばないんですよね。ちょっとこの2つだけでも合ってるか確認してみましょう。最上川、富士川、球磨川、あ、全然違いました。最上川ですか。まあ、球磨川は合ってましたけど、そうだ、最上川、そうだ、なんかいつもね、最上川を普通に見せて、陸西線に乗ってるとね、新高校右側に最上川見えるんですけど、この穏やかそうな川の、一体どこが三大急流なんだとか思いながら、それを見てました、そうだったな。でも、多分、まあ、時によればね、サミダを、集めて林、最上川でビューッとこう行くということになるんでしょう。多分流れが早いんですかね。見てるとね、穏やかそうな川にしか見えないんですけど、で富士川でしたね。三大急流の中の、もう一つはね。綺麗な写真だ、これ。
富士川とかね、そういう立派な川を見に行くってこともまたやってみたいんですけども、川、私結構川とか好きなんで、この日本一周の自粛期間、あ、間違い、コロナウイルスの自粛期間中にもね、自転車で川を遡るとかやれたらなと思っております。いや、いい勉強になりましたね。問題、二重カルデラで有名なこの島の名前を答えよ。二重カルデラだとは知らなかったけど、この島の輪郭、これ分かります？もうさ、すごいめちゃくちゃに入るのが大変そうですよね。島の中へ入るにあたって、町の外に設けられた港、左下に港ありますね。こっから確かトンネルで入るんじゃなかったかな。これは東京都青ヶ島だったと思います。見てみましょう。青ヶ島、そうですね。伊豆諸島に所属している有人島としては日本最南端、あ、そうなんですか。火山活動度ランク C に指定されている。結構怖いところですよね。青ヶ島は確か八丈島じゃないか、有人島としては日本最南端、日本最南端なの？そうなんです。じゃあ小笠原より南にあるんですか、青ヶ島って。そう、あれ、伊豆諸島じゃないですかね。日本最南端じゃない、多分伊豆諸島最南端なのかな。小笠原、父島とかって日本、まあ、ちょっとごめんなさい。ともかく青ヶ島は、そうなんですか、火山ランク C に指定されてるとは知りませんでした。確か私の知識では青ヶ島っていうのは八丈島からですね、ちょっと行ったところに、あったはずなんですが、上陸がねすごい難しいという話ですね。そう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 、八丈町から青ヶ島村まで距離にすると、直線距離で50キロは超えるみたいですね。船の中に欠航率がすごい高くて行くのも大変だと。なんか本当に素晴らしいところらしいんですけど、ね、一度は行ってみたいなとは思っているんですが、今のところはあまりかなっていないというのが実情です。うん、青ヶ島はなんか伊豆諸島のことをね、私もよく伊豆七島というふうに呼んでたんですけど、大島、豊島、新島、神津島、三宅島、八丈島と、あと、式根島か三倉島かどっちかだと思うんですが、ということなんですけど、多分三倉島だと思いますけど、ね、そうすると伊豆諸島に、ね、他に八丈、まあ、八丈小島は無人島だからいいんですけど、今言った青ヶ島とかですね、式根島とか入らないようなところがあるから、まあ、伊豆七島よりは伊豆諸島という名前の方が好ましいって話を聞きましたね。まあ、それで青ヶ島のことは印象深いんですけども、続きまして問題、ここはどこでしょう。これは佐渡の相川の選鉱場ですよね。この脇を登ったんで分かります。すごいね、景色のいいところだったな。上から見下ろしたんですけど、佐渡に去年の夏に行った時に、ね、金山へ行くにあたって途中歩いてて時間なくて寄れなかったんですけど、ね、おお、すごいものがあるな。昔ここでなんかこう金とかなんか使う鉱物と、それから関係ないものを、まあ、その薬品の力などを使って、科学的に取り除く、選別するということをやっていた工場なんですけど、名称は相川選鉱場跡でいいのかな。まあ、ここはどこでしょうってことなら、新潟県、今は相川町じゃないですよね、多分佐渡市だと思うんで、佐渡市、三子畑選鉱場ってのがあるんですけど、あれは確か万端線の幾野の方だったと思います。見てみましょう。佐渡金山、あ、北沢か、そうそう、北沢浮遊選鉱場、こういうことなんですけども、1889年に宮内省御料局管轄の皇室財産となり、模範鉱山として産業の近代化に貢献しましたが、まあ、その後、三菱に払い下げられた後にですね、さらに発展したものの、1989年の3月には、資源枯渇のために操業停止ということで、今でもね、佐渡の金山のところへ行くと昔のやつをねすごくよく残してくれていて、産業の発展の具合も楽しく知ることができますし、また夏になるとね何より涼しくてありがたいという、いいところでございます。佐渡金山はねぜひ世界遺産にしたいっていうこれ上りが上がってましたけど、それも納得だなという大変勉強になるところでございました。あ、じゃあ今回はとりあえずですね、今回用意した、材料はここまでということになっておりましたので、じゃあ今回はここまでにさせていただきます。まだまだたくさん、お送りいただいておりますので、順次ですね、OK したいと思います。じゃあどうもありがとうございました。